社民党の福島みそこです。統一教会とこれまでの関係について改めて具体的にご説明ください。政策協定ございませんし、統一教会の関係ということであれば私はないというふうに認識をして。今法務大臣の立場でございます。その立場でですね、じゃあ統一教会系のインタビュー、これに応じるかといったら、私は箔をつけることになりますので、そういったことは全く控えたいというふうに考えています。はい、大臣は先ほどできるだけ控えたいとおっしゃいましたが、全く関係を断つべきと思いますが、いかがですか。すいません、ちょっと私マイルドに言葉を言う癖がございまして、全く関係を断つということで理解していただきたいと思います。福島みずほ君。はい、そのようにお願いいたします。